をしたんで、その引っ越す前の部屋で作ってた、これと1曲前の曲は今最近引っ越しを、まあ徒歩20分ぐらいのところ引っ越したんですけど、それの、記念っていう形でやっていました。じゃあやりますか次。触発されてというか、羨ましいなって思って作った曲を
したいことある？ない。はい。まあ今よく分かっていないんですが、物販があって、まあ、なんか何がしかのものが、自分が知っている限りだと、さっき話した左右族の最近出たアルバムと分水嶺の2年前、3年前ぐらいにやったライブの、ライブ録音の CD がそれぞれ1000円ないし1500円ぐらいで、あ、2000円、はい、まあ、2000円、あ、分水嶺2000円、分水嶺は1000円、あ、1000円、まあ、1000円ないし2000円で売られてるっていうことなので、まあ、まあでも分水嶺は別にどこでも聴けるっちゃどこでも聴けるんで、まあ、左右族の方、素晴らしい音源なので、まあ、買っていただくようにといったところですね。で、あとはまあ、今日僕はあの、この、このセット終わって、指数のセット終わった後に用事があるので、迅速に出るんですが、まあ、皆様方におかれましては、あの、まあ、お酒をたくさん飲んでいただいて、楽しく帰っていただけたらと思います。お店に貢献していきましょう。じゃあそんなところで、
クラウドで、福来春樹と検索すると子供は眠るっていうタイトルで、まあなんかこういう感じの曲が上がってると思うので、まあ、よかったら聴いてください。まあこれはいつかちゃんと録音して出します。じゃあ復習をやりましょうか。ギターがヨンジ君で、ベースが森尾君です。はい、おいしいです。ありがとうございます。普段なんかお客さんがほとんどいない状況でしかライブしないんで、人がいるっていうのはこう緊張感もあっていいものだなっていうふうに思いました。場をつなごうかなと思って話しているんですけど、すいません。あ、いや全然とんでもないです。Thank you.